やれるだけやるバスケットボール B リーグの24-25シーズンが3日に開幕する。レバンガ北海道は5日のアウェイ島根戦が初戦。レバンガ U18 から唯一トップチーム昇格を果たした U から19日本代表の内藤洋優、テルチカ18がプロデビュー初年度からの貢献を誓った。自陣でリバウンドを取ると 内藤は全力ドリブルで敵陣の深くへと失踪する。208センチの新外国人ライアンクリーナー、26のブロックを押し込みながら味方にパス。トレーニング終盤には足をつったが、それほど懸命に先輩に食らいついた。日々の練習で自分をアピールして、1秒でもプレイタイムを伸ばしたい。期待の高卒ルーキーが力を込めた。昨季までの2年間は、 ユース育成特別枠のアマチュア選手として B リーグのコートに立った。3月に高校を卒業した今期からは U22 枠だがプロ契約。初任給も振り込まれ、家族でご飯に行った時に給料が入ったから払うよと言ったら、それは親のプライドが許さないと言われたと苦笑い。もう少し余裕ができたら旅行に連れて行ってあげたいと付け加えた。 2月から2ヶ月間はスペイン留学で世界トップクラスの技を体感した。日本代表として来年の W 杯出場権をかけた U18 アジアカップには敗れたが国際経験も積んだ。小野寺隆太郎監督43はチームの勝利に貢献できる選手であることは間違いない。まずはこのチームのシステムに慣れ周りとの連携を深めて コートに立つ時間を長くしていってほしいと期待を寄せる。6月末から始めた一人暮らしでは、4から5日分のカレーをまとめて作り、ジャガイモを潰してコロッケも作る。基本的なところをしっかり振り返れるように、そしてその先まで見据えられるように、工夫して、模索して、向上心を持って。今季の活躍はもちろん、夢の NBA に向けての第一歩を踏み出す。中島弘奈を、 丸、今季首相を務める2年目の島谷霊、24、と、フィリピン代表のドワイト・ラモス、26、の2人が、意気込みを口にした。チーム史上最年少首相の島谷は、アウェーで2勝して、ホーム、帯広、ゲームに向かうのがベスト。ラモスは、アウェーですが、良いスタートを切れるようにと、共に昨季西地区4位の難敵、島根戦の連勝を期した。 B2 新州から移籍した星野京介。本来 SG だが、ポイントガードなど、いろんなところに挑戦している中で、自分の武器を磨き、シーズンを通して成長したい。SR 渋谷から移籍の森真海賞。新しいチームで、新しい観客の前で自分のプレイを見せられたらと思う。自分らしいプレイでチームの勝利に貢献できればいいなと思っています。